山行きは海上自衛隊の練習艦。初行き型護衛艦の8番艦。現在は島行き型練習艦の4番艦。艦名は山に降る雪すなわち山行きに由来する。なお艦艇名としては旧海軍通して初の命名である。この山行き以降フォークランド紛争の戦訓を踏まえ、上部構造物を全硬化し、高端性の向上を図った。 関係上、排水量は基準で100トン、満載で200トン、増加している。さらに喫水が0.2メートル増加し、4.4メートルとなっている。フィンスタビライザーについても、当初はイギリスのボスパー社製だったが、本館装備部により、三菱重工業でのライセンス生産に移行した。山行きは、 中期業務見積もりに基づく昭和56年度計画2900トン護衛艦2217号艦として、日立造船舞鶴工場で1983年2月25日に、寄港され、1984年7月10日に、浸水、1985年12月3日に、収益し、第二護衛隊軍に直轄艦として編入され、呉に配備された。 1986年3月19日、第2護衛隊軍令下に第44護衛隊が新編され、同日付で収益した松行と共に編入された。1987年、遠洋練習公開に参加。1988年、艦隊平洋合同演習に参加。1989年7月20日から7月27日まで、護衛艦。 松雪とともに、1991年6月13日から11月30日まで、練習艦、カトリ、護衛艦、初雪とともに、ヨーロッパ各地を回る遠洋練習公海に参加。1992年、艦隊平洋合同演習に参加。1993年10月から、定期検査のため、三井造船玉の事業所に入居。 多くはマイナス1戦術栄光ソナーを増備し、1994年3月中旬に観光。1997年3月24日、対番号の改正により、第44護衛隊が第2護衛隊に改称。1998年3月20日、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入。2001年5月18日、クレ地方隊。 第22護衛隊に編入。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第22護衛隊が第12護衛隊に解消され、護衛艦隊霊下に編成がえ、2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に際し、災害派遣される。2011年3月16日、 第十一護衛隊に編入され、低傾向がクレから横須賀に転籍。2016年4月27日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3519 に変更。練習艦隊第一練習隊に編入され、低傾向が再びクレに転籍。2019年10月、令和元年度自衛隊艦艦式に受け、越艦艇部隊。 第2軍として参加するため、横須賀に移動していたが、令和元年東日本台風によって、観艦,艦式は中止となった。2020年3月19日、除籍。総工程は80万1550.3ナノメートル。艦内で使用されていた、食器板やソーダリンなどは防衛省で初となる、セリウリに出品された。ありがとうございます。